ありがとうございます。プログラム第1番江尻葵、ピアノソロそして作曲で演奏いたします。まず第1曲目ですが、組曲基本です。1番目がさまよう心、2番目が明るいぐらいです。この曲は2010年の大晦日に私の父が脳梗塞で倒れまして、生死の境目をさまようながらも後遺症もなく無事退院できた時の出来事をもとに作曲いたしました。ただ残念ながら父は2012年の8月に他界してしまいました。それではこの組曲希望をお聴きくださいませ。
ラブルから緑の多い田舎などへ出かけて、その地域の風の強そうとした優しさを元にしてこの曲を作曲いたしました。どうぞお聴きくださいませ。
ありがとうございます。次は秋の情景です。この曲は最新作でございます。秋といえば寂しい季節と思われる方が非常に多いと思いますが、寂しい中にも夏よりも涼しくなって過ごしやすくいい季節なんだっていうことを表現して作曲いたしました。どうぞお聴きくださいませ。次は最後の曲、ザ・ミラクルです。この曲は
はたとえ悲しくて辛いことがあってもいつかどこかで奇跡が起きるんだよということを意味して作曲いたしました。どうぞお聴きくださいませ。